急がないと遅刻するわよ。あ、そうだ、ついでにゴミ出しといてね。それでは出席を取る。岸、おい、岸井はいないのか。なんだ、今日も遅刻ギリギリだな。たまには少し早く来い。それでは、授業を始める。
チ、こんなところで何うろうろしてるんだ。長谷川？ああ、3年の長谷川ゆかりのことか。あいつは確か特別講習に出るはずだが。3年は今大事な時期だからな。くれぐれも邪魔なことはするなよ。
お会いしましたね。どうします？早速記録しましょうか。わかりました。どうぞ、素敵な旅をお祈りしています。ねえ、昨日のニュース見た？ああ、あれでしょ？うちの学校のやつが死んだって。そうそう、それ。なんかね、話によると死体の首だけが発見されなかったって話らしいのよ。ここには誰もいないよ。何をそんな不思議そうな顔してるんだ。久しぶりだね。ひどいな。もう忘れちゃったのかい？結構白状者だな。この間マンションの鍵を探してあげたじゃないか。と思い出してくれたようだね、ミカ。ミカのことだったら何だって知ってるよ。きっとミカよりもね。それともミカが何も知らなさすぎるのかな。今日はね、忠告しに来てあげたんだよ。話しちゃいけないんだけど、ミカには特別に教えてあげるね。世の中には目に見えない大きな力があってね、大きな流れには逆らえないようにできてるんだ。みんなね、自分の意思で動いてるようなこと言ってるけど、結局はそうするように仕向けられてるんだよ。人間は弱い生き物でね、一人じゃ何もできないんだよ。自分で何を決めたらいいのか、何をしたらいいのかさえわからない。だから欠点だらけの人間は、ち
超越した存在に身を委ねて救いを求めたがるんだ。人に決めてもらう方が全然楽だからね。結局自分たちの方からコントロールされたがってるんだよ。これからミカの周りでいろいろなことが起きると思うよ。もうあらかじめ決まっていることなんだ。そう、あの時から、あの時に運命が決まった。ミカは傷つき疲れ果てて苦しむけど、でも大丈夫だよ。僕はミカの魂を救いに来てあげたんだよ。肉体が滅びても魂だけは不滅だからね。死を冷静に受け入れた時に全ての罪が許されて、魂が地上から解放される。